やあやあお前か。分かっているだろうが、ここで起こるおかしなことは全部ガスのせいだ。ほらどうだ、変なものが見えるか。それじゃあお前を専門家に見せないとな。ここを降りてった先にある小さなクリニックにいい医者がいるって話だ。そう、これ以上の適役は見つからないぞ。お前みたいな特別なケースも見てくれるそうだ。なあ、ぴったりだろう。さあどうだ、治療を受けるか。戻るなんて言い出さないよな。
少しばかり辛い場面もあったようだが、成功には痛みがつきものだ。